皆様こんにちは。クロスアビリティの WeMonster サポートチームです。このチャンネルでは、これまで東京と大阪で定期的に開催してきた WeMonster 導入講習会の内容を6回に分けて配信します。この動画はその6つ目で、個体物理計算の基礎について紹介します。この動画は、これから WeMonster を使ってみたい方や、WeMonster を入手したが、操作方法がわからなくて困っている方を対象しています。 ウィーモスターではなく、シミュレーション手法そのものの勉強をしたい方や、ウィーモスターの詳しい動作方法を知りたい方には、別の講習会を用意しています。この動画の概要欄にリンクを貼っているので、そちらをご確認ください。また、ウィーモスターのことをもう少し詳しく知りたい方は、ウィーモスター導入講習会第1回の動画をご覧ください。この動画を見てわからないことがありましたら、まずはウィーモスター公式ホームページをご確認ください。 この動画の概要欄にリンクを貼り付けています。公式ホームページのよくある質問において、お問い合わせが多い内容への回答を探していただけます。この動画の内容は、WinMoster の公式ホームページからダウンロードできるチュートリアル、Quantum Espresso の基礎編の内容にも基づいています。後でゆっくりと内容を振り返りたい方は、こちらのチュートリアルをご覧ください。この動画の概要欄にリンクを貼り付けています。 ではここからこちらのクオンタムエスプレスソ基礎編の内容に従って話を進めていきます。このチュートリアルではシリコンの結晶の SCF 計算を実行しその後バンド構造、状態密度、部分状態密度、電子密度の算出を行います。もしクオンタムエスプレスソのインストールが済んでいない方はこちらのページに書かれている内容に従ってクオンタムエスプレスソのインストール、クオンタムエスプレスとシグウィンの2つ のインストールを行ってくださいではここからウィンモスターを起動して計算を開始します。今回計算するシリコンの結晶はウィンモスターのサンプルフォルダーの中に構造ファイルとしてすでに入っています。こちらを呼び出そうと思います。サンプルフォルダーはこちらのチュートリアルメニューの下の サンプルゾフォルダを開くというところにをクリックしてくださいこちらに si.cif というファイルがあります si.cif というファイルを見つけてこちらを w ィ m o n s t e r にドラッグアンドドロップしてくださいはいすると w ィ m o n s t e r のメインウィンドウにシリコンの結晶が えー、作成されます、はい、ではここからクオンタムエスプレッソを使いますのでこちらメインウィンドウの上の方にあるソルバーを選択というところでクオンタムエスプレッソを選択します。 そしてその横にあるキーワード設定のボタンをクリックします。はい。ここでメインウィンドウに出ている構造がプリミティブセルに変換可能ですと表示されます。プリミティブセルに変換した方が原子数が減り、計算効率が良くなりますので、ここでは「はい」をクリックします。はい。 こちらの新しく開いたウィンドウで構造が隠れてしまいましたがメインウィンドウにはプリミティブセルに変換されたシリコンの結晶の構造が出現していますではここでこれから流す計算の設定を行います でここでは、えー、細かくキーワードを設定する代わりにプリセットを使いますプリセットのところで SCF 足すバンズ足すドスというプリセットを選びますはいこれで、えー、SCF 計算をやった後に、えー、バンド構造を出すための計算と状態密度を計算するための計算が流れてくれますまた今回加えて、えー、電子密度も 描画したいのでこちらのプロパティーズというタブに移動してくださいそして、えー、こちらでデンシティというところにチェックを入れてください、はい、これで、えー、電子密度を計算するためのポスト処理が SCF 計算が流れた後に流れてくれます、はい、設定は以上で 右下のランといい。うボタンをククリックしてくださいそしてここで CFK さんの計算の入力ファイルの名前を入力して保存ボタンをクリックすると計算が流れてくれます名前は、えー、と SI のチューター,ー,ターと名前を付けまして、えー、保存ボタンをクリックします ゲームスや Gromax と同様に、また w ィ m o s t e r j マネージャーが立ち上がって、そこ経由でクオンタメエスプレストが起動されました。ここでは実際にクオンタメエスプレストの中のいくつかのモジュールが連続で実行されています。はい、こちら、すべての処理が終わっていなくても構いませんので、 ウィモンスターのメイン画面に戻りまして、えー、まず SCF 計算のエネルギーが落ちていく様子っていうのを可視化しようと思いますこちらのエネルギー変化というボタンをクリックして SCF エネルギー変化というところをクリックします、はい、そしてデフォルトで、えー、現在開かれているファイルに紐付けられたログファイルが選ばれますのでこちらを開きます はい、すると今、えー、流れ計算が実行し終わった SCF 計算のこの各サイクルでのエネルギーの厳密に言うと不確かさの値っていうものがこういうふうに表示されてますなので、えー、と指定したこのアキュラシーに到達するまで SCF 計算が繰り返されている という様子がこちらで分かりますこの SCF 計算が収束していない場合っていうのは指定したスレッシュホルドに到達する前に値が振動したりします。はい、ここでは無事収束しているようなのでこれ以上ここでは何も見ませんのでクローズボタンをクリックします。 チュートリアルには書いていないんですけれども、ここではログファイルも確認しようと思います。こちらのログを表示というボタンをクリックします。そしてデフォルトで選ばれたものを開きます。はい。するとログファイルが開きました。でこちらの最後の方にまで、えー、進めていくと、今回の計算で Convergence has been achieved というふうに書かれています。ので、今回の CFK さんが無事収束したということがこちらでも確認できます。何かエラーが出ていた場合は、こちらのログファイルでどんなエラーが出たかということを読み取ります。はい。では、こちらのメモ帳は閉じます。 では次にバンド構造を出すということをやります。こちらの WinMonster のメインウィンドウで結果解析ボタンをクリックしてバンド構造をクリックします。で、ここで、えー、とコンタメエスプレッソが生成したアウトプットディレクトリ出力フォルダーとログファイルの場所を聞かれますので こちらデフォルトではすでに先ほどの上部に紐付けられたものが選ばれてますのでそのまま OK ボタンをクリックこちらもデフォルトでログファイルが開かれてますので開くをクリックします、はい、でこの状態で右下のドローというボタンをクリックしますすると先ほどの計算で得られたバンド構造がグラフで表示されました こちらのウィンドウではグラフをコピーなどすることが可能でグラフ右下のオプションズというところボタンをクリックするとコピーイメージオープンエクセルなどの機能が出現しますオープンエクセルというところを選ぶと CSV ファイルを保存することができます、はい、ではこのウィンドウを閉じますので右下のクローズボタンをクリックします では次に状態密度特に全状態密度をグラフで表示します再び結果解析のボタンをクリックしまして状態密度をクリックします、はい、またデフォルトで選ばれるフォルダを OK してデフォルトで選ばれるログファイルを開きますはいここで、えー、また ドローボタンをクリックすると状態密度全状態密度が表示されます、はい、ではこのウィンドウはまたクローズボタンをクリックして閉じますでは続けて今度は部分状態密度を可視化します再び結果解析のボタンをクリックして部分状態密度をクリックします またデフォルトで選ばれるフォルダを開きます。こちらもデフォルトで選ばれるファイルを開きます。はい、ここでまたドローというボタンをクリックします。すると,、えー、とこちら、まあ、トータルのまた先ほど出てきたのと一緒の全状態密度と今度はそれぞれの軌道ごとの状態密度というものが出てきてます。 この全状態密度の形が先ほどのグラフと違うのが、違うのは、えー、算出方法が異なるからです。算出方法が、えー、異なるので、形は若干違うんですけれども、実際出てきてる値として、あ出てきているものとしては、一緒のものが出てきています。こちらのグラフ、えー、それぞれの成分だけを表示したいときには、こちらのチェックボックスを消したり、 つけたりすることで、えー、描画するものをコントロールします。はい、ではこのウィンドウもクローズボタンを押して閉じます。はい、では最後に電子密度を三次元的に描画すること,ということをやります。こちらの結果解析のまたボタンをクリックして電子密度をクリックします。 で、デフォルトで選ばれるフォルダを OK で選びます、はい。実際にはここでキューブファイルが開かれていますので、このキューブプロットというウィンドウが立ち上がります。ここでは、えー、ドローバウンダリーというところにチェックを入れて、えー、ドローコンターマップというところにもチェックを入れ、あとは、ト、えー統治面を書くときの値。 を0.08に変更しますこの状態でまたドローボタンをクリックしますはい。するとウィモスタービューアーが立ち上がってキューブファイルが電子密度に関するキューブファイルが開かれました この先ほど入力した0.08という値のところでこちらのメッシュが描画されてます。統治面ですね。そしてコンターマップ、この赤い色のが出てますが、こちらのコンターマップの出現値というのは変えることが可能です。WinMonsterViewer ーーの中の View、えー、というメニューの Representations というメニューをクリックします。 この一番下に XYZ とあとスライダーが書かれています。こちらを操作することで、コンターマップが出現する位置というのをコントロールすることが可能です。このスライダーを変更することによって、この出現する位置を微調整したり、あとはこの XYZ のところで、このコンターマップを出現する方向を変更することが可能です。 今回のチュートリアルは以上です。w e m o n s t r の機能を調べたい場合は、ユーザーマニュアルを確認してください。ユーザーマニュアルには一番細かい情報が載っています。この動画の概要欄にリンクを貼り付けておきます。この動画を見てわからないことがありましたら、まずは WeMonster 公式ホームページをご確認ください。公式ホームページのよくある質問において、お問い合わせが多い内容への回答を探していただけます。 よくある質問で疑問が解決しなかった場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。今回のチュートリアルができた方は、より進んだ内容のチュートリアルにトライしてください。チュートリアルは無料で50種類以上 Web で公開されています。有機物に興味がある方には、Mopac Games Lamps チュートリアルがおすすめです。無機物に興味がある方には、Quantum Express と Lamps チュートリアルがおすすめです。 こちらの動画をもって6回にわたり配信してきた WeMonster 導入講習会の内容は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。